いや新潟の選手誰がというよりはもう全員でですね、本当に積極的ですね。ですね、空いた森井スリーポイント決めた。来ました。サラ安定した道を捨ててプロの道。そうですね、ワールズボール、それが素晴らしいとその方言ってました。ああ森津叩き込んだ、まあ、やはりですね東海大森かわしてジャンパー落ちてリバウンド池田が、あーと森津に渡してしまった。ゴール下森津、ちょっとボールがないところでの動きもどうでしょう。そうですね、今止まってますね。ダブルチーム佐藤、厳しい。ローテーションの中森川入れた。このシュートは決まっています。スリーポイントですね、いい状態続いてますからね、あーっとここあれですか、これモリスにブロックがあったか、ボールは